トカ,式カツオの「特価チャンネル」はい、今回はねトカ式ジム情報です今年の第一戦はね荒、えー、木宏武サウスポーが2ラウンド KO でね勝ちました、えー、そして4月2日後楽園ホールでこれがねちょっとね、えー、プロとしてはもうちょっと大失敗ですけどね中里忍者創志が計、えー、量失敗ということでね1年間の出場停止っていう、ね、処分を下ってしまいまして。 これはもう大汚点を残しましまたねもう本人もね、現状失敗で起きたら動けなかったということで、そして相手の中林選手ね、渡辺ジムの、ね、本当に申し訳ないことしましたね、本当にすみませんでした。もうこれで試合ね、やっと試合に向けてね、何ヶ月も練習集中的にやってきたんでしょうけども、残念ながらね、試合は流れたということで、今後はもう二度と、二度と現状失敗はないようにね。 中里にさせまますすでよろししくお願いしますそして続いて4月28日、えー、これはいい試合でしたね、えー、小野寺正宗新人王予選第1試合ですねこれが1ラウンド TKO でもうノーガードでしたけどももう相手のパンチもちょこんちょこんもらいながらもガンガンガンいって、まあ、小野寺はサウスポーでパンチがあるんですねだから結構あのカウンターでバンバン入ってましたね。 1>, えーえー、1ラウンドで、ああ、これじゃあ、2、3回には倒すだろうと思ったら、なんと1ラウンドで KO しました、そして今、肩をちょっと痛めてるんで、えーまあ、治ったたらままやると思いますそして5月15日、墨田区体育館、墨田区総合体育館でやるキックボクシングをね、えー、もっとやってた伊賀道良平が、花形チームの山瀬選手に判定負けしたということで、ね、デビュー戦負けてしまいました。 キックボクシングの試合からちょっと23年やってなかったんでまあブランクもあってちょっとリングが慣れが戻ってなかったのかなっていうのもありますねまあ次早く試合したいって言ってねまた頑張って出てきて練習してますんでまあ皆さん今後,期待,今後期待してくださいそして渡嘉敷ジムの世界チャンピオンになるんだって私はいつも言ってますけどそのね石井竜子が総合 えー、墨田区総合体育館で、えー、同じ伊賀洞と同じ5月15日にデビューしましたなんと2戦2勝の寺田選手とね、えー、セレス小林のテラ寺田龍羽選手とやりまして、えー、1ラウンドか2ラウンドに拳を壊したんですね左か左左フックか何か打って頭を打っちゃって拳を骨折してしまってねうまく戦えなかったということで。 まドローになってしまいまして、まあ、そのドローになったっていうこともなんだよと思う選手思う人もいましたけど、テラ選手もなかなかのいい選手です。毎日20キロ走ってるというね、4回戦で20キロ走ってる選手はかなり強いですよ。まして2戦2勝で負けてませんから、その選手にまあドローで拳壊して拳を骨折しながらもドローでなんとか勝ち進んだ。 新人に残りました一周流行はね8月、7月の8日に第2戦目新人王第2戦目が決まってたんですけども、えー、骨折したんで手術したんで20日間延期してもらいまして7月28日に後楽園ホールでやりますそれがなんと竹原、まあ、竹原山事務の、えー、なかなか強い選手2002勝 二慶王ですよ、えー、杉山選手まあ年齢は三十四歳でね言ってますけども二千二勝二慶王いやいい体してますよこれはねどっちに転んでもまあ慶王で決着つくと思いますねまあ龍子もあのまあ拳が治ればなんとか頑張ってみますって今一生懸命また練習来てるんでまあ拳はまだ打てませんが左は、えー、打てませんが一生懸命他のできる練習をね今頑張ってるんで。 杉山選手とこれ面白い試合になると思いますね。いやこれどっちにしても慶応ですよね、えー。楽しみです。はい。5月に入ると後、えー、楽園で、えー、村田玲子ね村田玲子が三さこのみさジムの今成選手と戦いました。えー、残念ながらダウンしてね4ラウンド TK を負けしましたがいい試合だったんですよ。もう途中まで本当にいい試合だったんですけどもやはり最近慶応負け慶応負けっていうかダウンするし。 シーンが結構あったんで、まあ、レフリーも早めに止めてくれたということで、まあ、これは、まあ、この試合をもし負けたら引退だっていうぐらい、えー、過去にちょっと打撃戦でいい試合はしてきたんですけどもかなりその打撃戦で蓄積されたことがあったんで体にダメージが、ね、あったんで、えー、この試合負けたら引退だぞっていうことで試合に臨んだんですけども、まあ、残念ながら4ラウンド TKO で負けました。 ま、本人もねえー、まあ、頑張りましたけど、引退しますと。とまあ、家族のために引退します。ということですよね。まあ、本当に村田はね。村田レイジはいい試合してきました。なかなか会場がね。争奪戦みんながうわーっていう拍手のある試合はできません。彼はもうすでに2試合それをこなしてます。まあ、今回負けた試合もかなりいい試合でした。えー、当日の興行の中で一番良かったんじゃないかって言われてるぐらい。 のいい試合でした本当にいい試合する選手だったんですけども、まあ、今回引退するということで、まあ、奥さんと、ね、子供がいてまだ子供が小さいんでやはり体が、ね、健康なうちにやめた方がいいということで、まあ、若ければ23年ねボクシングから遠ざかれば治るんで、まあ、今やめれば正常な体に戻って家族のために頑張っていけるということで、まあ、私もそうしてほしかったんで本人もそうしますということで。 納得ししてて引退を決意してくれたのでまあ村田がやってきたあの試合は、えー、うちの選手たちも見てるんで、えー、あれを勉強して一生懸命やればみんなも会場も喜んでくれる自分も、えー、納得するんだっていうことを分かって一生懸命やる選手になれば村田零ジの功績はかなり上がります。 えー、本当にね、4回戦で、ね、あそこまでお客さんを喜ばせるボクサー、なかなかいなかった、本当にいいボクサーだったでしょ、6回戦になったんですけども、そう、チャンピオンでもないのに、地方からね、えー、応援のハガキが来たり、手紙が来たりね、ファンレターとかも来たり、なかなかその地方からも感動させる試合だったみたいなね、まあ、応援してもらったんですね。まあ、本当に私ははリリンンググの上の上いいいいボクサーだったたと思いますファイティングスピリット最高でした、はい 村田お疲れ様そして続いて7月8日先ほど言いましたけども荒、まあ、木宏夢が今年のね最初の慶応勝ちした選手ですよ第3戦目に入ります今1勝1敗1慶 o そして、えー、対戦相手は一力ジムの森俊輔選手2勝2慶応5敗パンチ力はかなりありますけどもまあい,い,い,いえいえ荒木もかなり 最近どんどん伸びてきてるんでこれもどっちにしろなんかお互いにパンチ力があるんで KO で終わるような感じがしますね。この試合をまあ勝ってえ2勝目を上げて今年はあと 2, 2試合ぐらいしてさ34勝ぐらいしたいですね。そしてさっき言いましたけど7月28日え新人王の第2戦目え東日本新人王の第2戦目ですね。 えー、十賀敷ムの石井隆子おととしの中学生日本チャンピオンですねこれが杉山選手竹原畠山ジムの杉山選手2戦2勝 2KO と対戦しますいやーこれはスレーディングあると思いますよぜひ会場で見てもらいたいですねこれからの月8日7月28日の月月日日試合が楽しみですねぜひこの試合を見て興奮した方はですねぜひボ,ルボ,ルボクサーになりたいっていう方は溶嘉敷きジムに来て 世界チャンピオンを狙ってくださいでうちのジムの選手とね、みんなで練習して強くなりましょう夢を追いましょう来てくださいよ